今日は太麺堂々ピリ辛うまだれ醤油を食うぜ。甘みのあるスープ、甘酸っぱい、ちょっと辛い。あお、サッカーです。メキシコ、日本対メキシコ。9万人を収容する聖地ウェブリースタジアムがその舞台です。日本は勝てば史上初の決勝進出。日本勝て。そして昨日のなでしこに。でもこれ録画なんだよな。やっても無駄か。もう試合勝負は消した。解説は日本代表福西崇さんです。熱くなってきたぞ。選手たちは入場の直前ですが、福西さん、今日の試合大勝負を分けるポイント。みんなつるつるだよ。分けるものどこですか。もちろん技術とか調子っていうのはもう両チームあるわけですから、はい、そこをどう気持ちとバランスを取りながら、さすがハイブリッド面だ、はい、発揮できるか。